ていただいております。さっきの話もすごくためになっていろんな勉強になりましたけれども、ここからはですね、ちょっと空気をガラッと変えてノリノリで楽しくゆるく、楽しんでもらえたらなと思います。皆さん最後までどうぞよろしくお願いいたします。はい、あ、それでは、今ね、1曲演奏したのはディズニーファンタジーメドレーでした。ディズニーの名曲がたくさん入ってるメドレーでしたね。私ですね、あのエレクトーンも8歳の時からやってるんですけども、レパートリーもたくさんちょっとありまして、その中でも警察のドラマの曲たくさん演奏してるんですね。たくさん演奏してるんですけど、今日こそ聴かねばならんじゃろう。どうですか？ぜひ、この礼服を着た姿で刑事ドラマの曲演奏したいわということで、次はですね、そんなレパートリーの中から厳選して4曲をメドレーにしてお届けしたいと思います。メドレーですのでね、はい、何の曲が来るかなっていうのを楽しみながら聴いてください。ちょっと間違えました、もう一回行きます。間違えました、行きますよ。ちょっともう一回行きますね。あれ、ちょっとエレクトーンの調子が悪いのかな、久しぶりだから。あ、大丈夫です大丈夫です、失礼しました。それでは行きましょう。
を厳選したメドレーとなっておりました。何の曲か分かりましたかね。はい、ありがとうございます。皆さん、あの刑事ドラマよく見ると思うんですけれども、なんか名シーンとか名台詞とかって思い浮かびますね。私ですね、春に初めてこのイベントの打ち合わせをさせてもらった時に、警察官の方ね、そうなんですけど、複数人いらっしゃったんですよ。でその中でね、ナチュラルに了解って言ったんですよ。それがめちゃくちゃかっこよくて、ナチュラルな了解って言ってくれたのがときめいちゃってですね、あ、これもうドラマで聞くやつじゃんみたいな、なんか任務遂行する時の了解じゃん今のと思いながら、心の中でですよ、すごく興奮してしまいましたそうなんです。それが私、刑事ドラマ大好きなんですけど、次ね、3曲お届けします。その中の1曲目、どうしてもこの曲、刑事ドラマのこの曲はどうしても欠かせないっていうのが私の中でありまして、大好きで何十回も見てる刑事ドラマなんですけれども、今回急遽ね、2分くらいでちょっと音作りをして準備してきましたので、1曲目それをちょっと聴いていただきたいなと思います。それではお楽しみください。
Thank you.
長という大役を務めさせていただきまして、本当に一緒に一度とない経験をさせていただきました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。もう私がね、こう何かのオタになれることなんて今後多分ないと思うんで、無料の一日でした。演奏も楽しく聴いてくださって嬉しかったです。そして犯罪対策のねイベントの方は、私も皆さんも今日聞いたことを忘れずに過ごしていってほしいなというふうに思います。皆さんがね平和に安心して毎日暮らせるように一日署長として祈っております。